腹減ってんだよな。これ多少ダメージ受けても生食、いや一番マシなのが犬の肉なんだよな。若干の汚染ダメージ、実際どこに影響を及ぼしてるのかよくわかんないんだけどね。多分この症状はそれほど目立たない、250から1500ミリシーベルトの範囲内なんだろうね、この白いアイコンが。であれば多分もう一個食べるのも問題ない。ただ大量に摂取する時がこれが後々響いてきますと。だけどもう一個ぐらいまだいける。あ、体力がじわじわと減ってるまあ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 、まだ死にやしない。で、料理したからといって汚染がゼロになるわけでもないんで、ちょっと登ってくれ。あ、ちょっと登ってくれ。あ、ちょっとあのトラックじゃね。あ、ぽい、あったーゲット。あっさりだったな。ここ頭上注意。お、今しゃがみ状態だった。あれ、なんかさっきより数増えてない？アノマリー大丈夫？ゆっくりと、あ、この辺は大丈夫だ。これ汚染ダメージは多分この辺を、あ、これはダメか、注射オンリーか。だけどね、これ注射したら結局満腹度減るから元通りなんだよな。自然治癒を待った方がまだマシ。あ、というかこれ装備から外れてる。あ、そしてこれは別に売ってもいいや。で、あ、なんか他にも指令書みたいなのが、あ、同一の指令書？これはまた別だな。あ、そんなに役に立ちそうな情報でもない。ガス、あ、これじゃないや。こっちだった。ゲット。よし。ブラッドサッカーのさ、あ、双眼鏡があった。で、思いのほかじわじわダメージ受けてんな。はい。結局生食メリットはあんまりないってことが分かった。ただボンベを手に入れたからといって別に金が貯まるわけでもなく、腹減りは継続状態。ブラッドサッカーの巣穴を毒ガスで満たせばいいと。ここまで行くのも一苦労なんだけどね。またまあこのわずかなアイテムのちょっと整理に戻りますか。この辺汚染ひどいし。ゾンビくんなんか持ってない？あれ、頭打ったよな今。
よし。待って、待って待って、迫ってる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 、危ない。うめき声がね、一作目と大した変わってないね。ルーブル効果か。まあ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 。いや、一回ガーッとお金がたまんないと、ちまちまと汚染されてね、食品を買うだけになるから、早いところクッキングアイテムを手に入れたい。それさえできればね、あとはモンスター買ってね、もう半サバイバル生活みたいな感じで、飯問題が解決すると思うんだけど。こんなところに死体あったっけ？ストーカー？これは、モシンナガンだった。あ、バッテリー持ってる。あれ？あ、待って、ここ前開かなかった。なんか位置がずれてる気がするけど、まさかお前、お前が、я знал, что меня раскроют. У тебя, видимо, много вопросов ко мне. Спрашивай. 違うな。あの M から始まる探している人物ではない。待ってよ。この人が誰なのかはちょっとよくわかんない。だけど、待って、このグルースは、あの、ブラッドサッカーが大量にはびこっていた建物を一緒に探索したやつなんだけど、ここにいるやつってもしかして死んでるのって、グルースなの？ヘモグロビン中毒？血を抜き取っていたと。おしゃべりはもう十分だ。今自殺しようとしたから撃っちゃったけど、とっさに。あー、死んでる。とっさに撃ってしまったが、あ、メディックか、メディック。あいつそういう名前だったんだ。マジかよ。ガスボンベを手に入れた意味がねえ、この野郎。仲間も死んじゃうし、まあ、遺品はもらうんだけど。いや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 、まさかの、こんなところで報告に戻ろう。なんか前々から怪しいとは思ってたんだよな、この建物。何もなさそうなのに鍵はかかってるし。ああ、もう腹も減ってるし、荷物も満杯のせいで全然先に進めない。超スタミナ切れ状態。 PDA のバッテリーはまだよし。サプレッサーがついてんな、このハンドガン。マカロフ？あ、突きはしないんだ。今持ってる武器、拡張性が絶望的にないな。弾もね、大した種類ないし。そりゃ金がありゃね、買うんだけどさ。で、
結局治療とかやってくれるはずだった人ぶっ殺しちゃったから。как говорится。ああ。8800ルーブル。あ、スタッシュの座標を受け取った。ありがてえ。達成。ディテクティブ。Наш Скадовский всегда на месте, никуда не уходит. Только не сейчас. Слушаю. さあ、適当に物を売って、適当にお金が貯まったから、早速だが、あ、ちょっと買ってから失敗しないようにセーバーしとこう。調理キット。調理キット。これは違うよな。これは違う。あ、でも、おもむろに装備してる、この革はいらないから、ぜひお金に。あ、これなかなか、高値だ。あ、貴重なんだ。でもお金が今一番貴重なんで。これだ。これは別途必要なものは、ああ、ガソリン、天然ガス、灯油。とりあえず買って、うん、この辺燃料に使えるね。重量があるな、結構。重量があるね。ちょっと少ない量の燃料を買って、じゃあちょっと料理してみよう。ちょっとよく分かんなかったから調べてみたんだけど、これも必要みたい。はい、買う。黙って買う。はい、いろいろ調べた結果、今調理できるキットがありますと。まあ、これとは別に木炭とかを用意して調理できるキットもあるんだけど、それよりかはこっちの方があらゆるミュータントの肉料理ができるんで、こっちの方がいいアイテムで、で燃料は商人から買えばいいし、食材もあるから、これで料理開始かと思いきや、ライターがね、別で必要らしくて。で、そのライターなんだけど、それがちょっとクセモノらしくて、あんまりその商人がライターを売ってることが少ないらしくて、だから、ライターはどうやって手に入れるのかというと、ゲームを進めて商人がライターを売ってくれるまで待つか、仲間のストーカーとかをぶち殺して、そいつらからぶんどるしかないと。なんでライター売ってないんだ?絶対売ってても良さそうなのに。木炭をガソリンとする方の調理キットでもライターは必要なんで、どうにもなんない。これはライターではないし。ふん、結局腹減り問題解決せず、この人もライター売ってないし、横にあるこのアイテムをいただければいいんだけどね。あー、で、そうだ。こんなね、機密書類があるんだけど、うん、持ってても役に立たないから、ぜひとも買い取っておくれ。あー、しょっぱいな。で、うん、ボンベは結局、結局ブラッドサッカーが、ストーカー、失踪の原因ではないってことはもう分かってんだけど、まあそれでも燃やしちゃおうぜっていう魂胆か。スタッシュも見つかってるし、調理キット今持ってても仕方がないからな。後々お金は増えるだろうし、汚染食は全部売って汚染されてない食品を買うことにしよう。汚染色さらば。高えな。パン3つと缶1つで5000ルーブル以上。まあ、あとは不用意に睡眠取るのをやめるか。ギリギリお金が足りてるから、もうね、情報が欲しいんだけど、そうだな、
こいつについての情報くれ。あれ？ちょっとね、安くしてくれた？はあはあはあ、別の駅にいると。ああそうだ、下のストーカーがその別の駅まで案内してくれるっていう人がいるんだけど、多分お金を要求するんだよねこの人も。というか本来の目的である墜落したヘリをまだ調査していないんだが、片道1万、片道1万ぼったすぎる。ノープリビュー。うん、ちょっとじゃあスタッシュを開けに行って、それからガスばらまきに行くか。そうしよう、飯食うか、貴重な飯。これは満腹にできるもんならきっちり満腹にしといた方がいいのかな。缶詰とパンぐらいは食っておこう。農家の焼け跡、そんなところになんかめぼしいスタッシュが。武器の弾もちょっとは買った、買ったけど弾もなかなかに重量食うんだよな。たくさん持ってりゃいいというわけでもない。でバッテリーはぼちぼち持ってるから、うん、 UPD はまだまだ使える。なんだこれは、燃えてるのかアノーマリーなのか。スタッシュがどこにあるって、こんなところの。こっちの建物、これ近寄れる？暑いよね。スタッシュの場所を教えてくれるのはありがたいんだけど、多分中近づけない。あれ、これ近づけるところがない。ひょっとして、あつ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 、雨が降ってきたぞ。雨が降ってきてもダメなもんはダメ。いや、多少ダメージ食らってもいいから、スタッシュの中身はチェックしたいから近づいてみよう。近づけね。はい、せっかくスタッシュの場所を教えてくれたのに取れないっていうね、意味がね。これも防具の問題なのか。雨が降ってるから近づけそうにも見えるのに。まあまあ、じゃあ腹いせにブラッドサッカーの住処に毒ガスをばらまきに行くか。この毒ガスボンベ結構重量食ってるんだよね。これじゃないや、こっちか。これはいつ手に入れたやつだ。ジェリーフィッシュが保管されたリードラインドメタルコンテナ、高値で売れるものなのかな。ジェリーフィッシュ